なんだか最近、頭が痛くてたまらなかった。サマンサと旅行に行くにあたって貯金しようって決めたら、そわそわして、バイトを増やさずにはいられなくなって、一ヶ月に一日の休みさえ取らずにいて、自分が疲れてることにも気づかなかった。おまけに、食事代すら惜しくなっていたみたい。すっかり痩せちゃった。元気に旅行へ行くどころか、 節約をやりすぎた末に体がボロボロなんてありえないよね。サマンサが叱ってくれたおかげでなんとか自分を取り戻すことができた。生活って闇雲にお金を貯めればいいというものではないって分かったんだ。健康が一番だよね。なんだか最近頭が痛くてたまらなかった。 サマンサと旅行に行くにあたって、貯金しようって決めたら、そわそわしてバイトを増やさずにはいられなくなって、一ヶ月に一日の休みさえ取らずにいて、自分が疲れてることにも気づかなかった。おまけに食事代すら惜しくなっていたみたい。すっかり痩せちゃった。 元気に旅行へ行くどころか、節約をやりすぎた末に体がボロボロなんてありえないよね。サマンサが叱ってくれたおかげで、なんとか自分を取り戻すことができた。生活って闇雲にお金を貯めればいいというものではないってわかったんだ。健康が一番だよね。